富山の堀光道です。今回はですね、質問箱にお答えします。ということで、今回の質問は、はい、こちらになります。ありがとうございます。某社の社員が私服で我が社のなんとかがほげほげ戦に出るのでよろしくお願いします。と、資料を片手に挨拶していかれたのですが、我が社のって言ってはダメなのではということで、こちらの質問に答えたいと思います。はい。ということで、ご質問いただきましたけども、我が社のですね。ですね。この我が社のっていう言葉が、これ言ってはいけないんじゃないのかっていうことなんですけども、これは、問題ないと思います。はい。これは特に、問題は、なさそうかなと思うんですけども、今回ですね、この、ご質問者の方のこの質問を見てて、ちょっとね、ここは選挙違反なんじゃないのかなとかっていうところが、ありましたので、それについて言いたいと思います。はい。僕が思ったのが、ほげほげ戦ですね、戦に、出るので、よろしく、お願いしますと、いうことで、この文章がですね、ちょっと問題なのかなと思います。はい。というのは、まあ、ご質問者の方ね、おそらくその、某社の社員の方が、ほげほげとは言ってないと思うんですよ。うん。要は、なんとかっていう選挙だよね。例えば市議会議員選挙とか、ね、多分そういう、だから、それを、まあ、隠してるというかね、本当はなんとか選挙とかって多分言ってるんだよね。うん。だから、この特定の選挙になるかと思います。なんとか選挙ね。うん。市議会議員選挙とか、県知事選挙とか、市長選挙とか、そういうのが当てはまると思いますけど、それに、出るのでよろしくお願いしますということなんですけど、一番問題なのが、ここ、出るのでっていうところが、僕は問題だと思います。はい。選挙前に、その、なんとか、何かの選挙に出ますよっていうことは言ってはいけないんですよ。はい。そういう決まりですので、公職選挙法でですね、その決まりがあるので、うん、要するに、出るっていう、要は 100% 出ますっていう、確実に出ますとかっていう、そういうことは言ってはいけないんですよ。口にしてはいけないんですよ。うん、で、この文章戻りますけど、ほげほげ、なんとかのね、なんとか選挙に、出るので、立候補するってことだよね。出るのでよろしくお願いしますだから、出るって言っちゃってるよね。うん、だから、法律がわかる方ね、公職選挙法、要は選挙のルールがわかる方は、ね、この出るのでって言いません。僕も、出るのでって言いません。絶対に言いません。だって選挙違反だから。で、この出るのでっていうのは、本当は、表現として、この表現としては、まあ、罰なんですけど、出るのでって、もしね、僕が挨拶、公職選挙法を知ってる僕が、その、某社の社員だとしたら、ほげほげ選挙に出る予定ですって言います。予定なので、という表現だったら、まあ、OK なのかなっていうふうに思います。だから、出るのでっていうのは、ちょっとこれは罰かなっていう。で、出る予定だと、丸。なのかなと思います。はい。まあ、選挙の、ある選挙があると、その、出馬表明っていうことに、しますよね。出馬表明って、聞いたことあると思いますけど、うん。選挙の前になると、出馬表明とかって言って、報道で、ニュースが流れますよね。出馬表明。この人が出馬表明しましたとかって言って、選挙の前に表明するってことなんですけど、これは、これ、出馬表明っていうことをね、出馬表明された方というのは、立
候補予定者になります。立候補予定者ですね。まあ、イコールというか、矢印なのかな。出馬表明をすると、立候補予定者になるっていうような感じかな。まあ、報道では立候補予定者っていうふうに、まあ、報道あるんですけど、ね、まあ、この立候補予定者っていう、文字を見てもわかるよね。うん。要するに、予定者ですよね。で、出る予定なんだよね。だから、選挙前に候補者って言ってはいけないんですよね。それは違います。候補者は誰もいません。はい。なんだけど、立候補予定者っていうのは、いらっしゃいます。要はそれは、出馬表明とかされた方は、まあ、立候補予定者っていうふうになります。で、選挙が、例えばこのほげほげ選挙ね、何かの選挙が、始まるその告示日とか、公示日とかね、国政選挙って公示日って言うんですけど、その日に、その立候補届で、を出して、で、受理されて、で、立候補したってなったら、初めて候補者ってなるんですよ。立候補者とか、候補者っていうふうに、なります。はい。なので、その選挙の前、っていうのは、予定者なので、その出るのでって言っちゃうと、もう候補者になっちゃうね。うん。要は、ほげほげ選挙に出るのでってなると、立候補者になるのでって、なるよね。うん。立候補者ってことになっちゃうので、だから、それは罰。罰なんですよね。で、これは、まあ、言ってはいけないことなんですよね。うん。なので、この立候補予定者のいろいろ、まあ、例えば、何か街頭演説とか、何かこう、講演会というかね、なんかそういうところで、まあ、喋ってる、まあ、方いらっしゃると思いますけど、立候補予定とか、出馬する予定って言ってるはずです。で、もし、誰かがね、出るとかって言っちゃうと、それはもう、選挙違反。要は、選挙前に出るって言ってはいけない。っていうことなので、まあ、この文章は、ちょっと選挙違反に当たる可能性はあると思います。はい。まあ、ちょっと繰り返しになりますけど、僕だったら、出る予定って言います。うん。まあ、でもね、出る予定なのでよろしくとかってなっちゃうと、まあ、出る予定、出るって、まあ、意味合いっていうか、あんまり、変わらないのかなとかって思っちゃうんですけど、要は言い回しね。言い回しは、この出る予定っていうふうにしないと、選挙違反だって言われてもおかしくない。表現、出るのでって言っちゃうね。出るのでって言っちゃうと、要は選挙違反に当たるので、うん。だから、選挙前は、大事なところはね、選挙前は出る予定、立候補予定者、うん、予定っていうね、この予定って言葉がすごく大事です。選挙のことを、話すときね、話すときにそういう挨拶とかね、今回、某社の社員が私服で、で、その資料を片手に挨拶していかれたということなんですけど、うん。そういう挨拶するときは、出る予定っていう、この予定っていうのは、すごく大事な言葉になりますので、出るのでっていうと、選挙違反の、まあ、疑いがあるということになります。はい。ということで、終わりたいと思います。富山の堀耕道でした。ありがとうございました。